こんにちは、のです。パワープロプレイやっていきます。今回は、無課金、未課金向け、今、僕らはどのガチャを見つめていけばいいのか、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、本日、ループガチャ、アルティメット、明神が、やってまいりました。まあ、前にも一度来たことがあるガチャになってますね。で、明神に関しては、SR が1枚、確定。ここは、明神ではなくて、普通の SR が1枚って感じですね。で、アルティメットの明神の PR が1枚確定で、3回目で SR 確定の PSR が 20% の確率で、明神来ますよというタイプになってます。で、明神のスペックは前来た時今話したんですけど、まあ、めちゃくちゃ強いです。強心臓と形勢逆転両方取れて、スタミナの上限も6ついてる形になるので、まあ、査定面の上昇はすごく高いところもあるし、急速のタックでの威力っていうのは非常に強いものがあるなというところなんですけど、まあ今は引かなくていいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、まあ桃鉄環境が今まあ当主第一戦級になってますけど、まあ、必要だったらまあまた来る感じかなっていうふうに思います。こういうループガチャの復刻がこの早いタイミングで来るんであればね。なので、まあそこまで今は気にしなくてもいいかなっていうのが、まあ個人的な話で、で、今日何やりたいかっていうと、じゃあ今、呪術廻戦のコラボのガチャが2つ来ていて、明神来ていて、織姫彦星来ていて、まあカロリーバーを置いといたとして、白洲水産のガチャもあって、まあどれをじゃあ、こう見ていけばいいのっていう話なんですけど、まあ今のところは一番上のやっぱり五条先生のガチャが、まあおすすめかなというふうには思ってます。で、まあ、この呪術廻戦のこう一年生コラボも、まあ、強いには強いんですけど、まあ、今のところこうこのシラスが環境的に終了した後、まあ、次来る高校が野手か投手かっていうのはまだ全然わかんないですけど、まあ、そこまで考えると、うん、まあなんか活躍の幅っていうのはどうなんだろうなっていうふうに思ってます。結構3人が3人ともねシラスチューンっていう感じになっているので、まあ、ちょっと次の環境でどうなのかなというふうには思ってます。で、織姫彦星に関してはまあ、軽く別の動画で触れたんですけど、まあ、コレクション用かなというところなので、まあ、そこまでこう注視しなくてもいいかなというところと、まあ、シラス水産の高校のガチャに関してもね、まあ、同じような理由ですね。まあ、シラスが終わった後に、まあ、カンパチは間違いなくこう使うの難しいかなっていうところと、まあ、新海に関してはね、ソウルイートメンタルっていう、まあ、結構こう、稀有な、得意練習になってて、まあ、強いので、まあ、どこかしらでまた輝く可能性はあるなという感じでございます。なので、まあ、次、投手で、まあ、どこか作りたいときに、まあ、新海道のピースにもなるしっていうところもあるし、まあ、精密機械のところもあるので、まあ、五条先生が一番広そうかなと、いうふうには思ってます。はい。で、まあ、サクッとですけど、明神のボーナステーブルにも触れておきたいかなというところでございます。で、超特殊能力は先ほど触れた通り、強心臓と形勢逆転になってます。で、タックの話で少し触れたんですけど、まあ、やる気 150% とスペシャルタック 100%。で、筋力ボーナスも乗ってきて、そのあたりのタックの威力は、まあ、桁違いに強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、スタミナ上限6、まあ、これがやっぱり大きいですよね。これが入る、入らないだけでも、査定面だいぶ変わるので、さらにね、肩の上限もついているので、明神っていうのは、まあ、どこかしらで普通に使っていくキャラになっていると思います。まあ、石に余裕があったら、この明神のガチャっていうのはおすすめしたいし、まあ、僕も一番初めできた時に、まあ、30連は引いた方がいいんじゃないですかねって話を無課金、美課金の方向けにさせていただきました。まあ、今はもう環境的に次に移る可能性が結構高くなってきているので、まあ、無理はしなくていいかなっていうところではあるんですけど、まあ、今、こう、一番上の性能があると言っても、まあ、まず間違いないキャラクターになっているので、こういうループガチャでまた再び来た時には狙っていきたいかなっていうふうに思ってます。まあ、今は大丈夫って感じですね。で、まあ、パワプロの日とかの、ガチャ券ですね、選択ガチャ券系で交換できる可能性も、まあ、今回のは難しいかもしれないですけど、またその次ぐらい、まあ、12月、年末のガチャで交換できる可能性っていうのも、まあ、非常に高いキャラクター化だっていうふうに思っているので、そのあたりも、なんかこう、今、無理して引かなくてもいいかなっていう一つの理由ですね。まあ、この二つの上のガチャに関しては、まあ、今回の、
コラボが終わったら再販おそらくないので、まあ、ここでゲットしておかないと、まあ、また今度、うわー、あのキャラ欲しかったわーとか、このキャラ使いたかったわーってなった時にね、使えないっていうところが起きるので、まあ、そのあたりは頭に入れた方がいいかなっていうふうに思ってます。まあ、希少性っていうところですよね。で、まあ、僕自身もまだ結構こう、五条先生を50にするかどうかっていうのは悩んでいて、まあ、45で性能的には十分なんですけど、やっぱりその、先々で、まあ、めちゃくちゃ強いの作りたいなってなったら、まあ、50にしといたら、まあ、筋力ボーナスいきなり生えるんでね。まあ、そのあたりは、だいぶタックの威力としては変わるかなっていうふうに思ってます。あとは、まあ、デザイン好きっていうね。かっこいいっていう、まあ、そんな理由でちょっと引きたいかなとも思ってますけど、ちょっとまあ今のところは、二の足踏んでるっていうところですね。まあおそらくこのガチャ体系であれば、まあこの7回目に確実に PSR 入るので、まあどんなに回しても5ループとか、まあ4ループすれば十分50作ってる方はたくさんいるし、まあ運が良かったら2ループぐらいでもできるみたいなので、まあ1ループ回してるんでね、あと2ループぐらいだったらちょっと回そうかなとも思ってます。まあ、この辺のね、5回目とかで弾けると全然違うんですけど、まあ、なかなかその辺のね、確定外以外のね、運っていうのは僕全然持ってないので、ちょっとどうしようかなっていうふうに思ってます。あとまあ、イタドリとかも、まあ、将来性を考えると結構確保しておきたいなーなんていうふうにも思ってます。まあ、やっぱ思考のクローザー取れるっていうのがめちゃくちゃでかいですよね。今のところは、前逸の唯一金徳みたいな形になっていたので、まあ、得意練習も違うし、こういうところで拾っておけると結構幅が広がったりするんでね、ちょっとなんかどうしようかなっていうふうにも感じていたりしています。ただまあ、まあ、こっちに関しては、もう PSR ガチャ券とかも全部こうぶっ込んでしまったので、めぐみさんにね。なので、ちょっとまあ厳しいかなとも思ってます。あとはまあ、ある程度引き切っているので、まあ僕の方はまあそんなもんでいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。なので、まあおすすめとしては、まあ五条先生のガチャ、まあ45、まあワンループできれば多分45作れるとは思うので、まあそのあたりを目指しておくのが、まあ無難かなというふうには思いますね。まあもしくはワンループだけ回して SR 確保しておくのも別にありっちゃありですけど、まあ今の環境でっていう話がまた付きまとってくるので、そのあたりは皆さんの中で手持ちと相談しながらね、選んでいただければいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。それにしてもガチャの個数すごいですね。1、2、3、4、5、6。今6個来ているので、まあコラボ関連のこともあるので、まあ一概にこういうところはしょうがないかなっていうのと、シラスもね、短期の強化なので、まあずっと置いてあるんでね、まあ3個ぐらいしょうがないのかなっていう感じですけど、まあ、いやー、新キャラ待ち遠しいですね。っていう感じかな、今のところは。まあ今のところは、まあ次の環境がどうなるんだろうっていうところの方が、まあ焦点としては大きいかなっていうふうに思うので、まあ石を貯めといた方がいいんじゃないのかなというふうには思います。まあすごい強キャラたくさん来るんで、目移りはするんですけど、まあやはり、将来を見据えてってね、まあ動いていく方が、まあ、こうどんどんとね、強いキャラも来ると思うので、まあそのあたりは、ゆっくりとご検討いただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。